じゃあ、そろそろですね、お時間になりましたので、ウェビナーの方を開始させていただきます。本日のウェビナーのタイトルは、ソフトウェア、アプリの多言語化ツール、フレーズ・ストリングスのご紹介とデモ、となっております。本日、スピーカーを担当させていただきます、フレーズのバイエル・ミワと申します。私の方は、APAC 地区の担当をしておりまして、特に日本のお客様の窓口を担当させて、いただいております。フレーズの本社がチェコにあるんですけれども、チェコのプラハ勤務でございます。弊社には、4年半と少しですかね、約5年ほど在籍しております。プラハなんですけど、最近フレーズのオフィスが新しくリニューアル、されたんですけれども、バーツラフ広場という、もし、プラハに来られたことがある方だったら、ご存知かもしれないんですけれども、バーツラフ広場という大きな広場の真ん中に、移転をしました。先ほどチャットにもお送りさせていただいて、もう一度お送りさせていただければと思いますけれども、アンケートのお願いさせていただきます。当ウェビナーに関するご質問は、アンケート内の7番目の、項目にですね、ご記入ください。後日、担当者より個別にお答えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。こちらの QR コードからも、ご覧になっていただけますので、先に見ておきたいよという方は、こちらからもご覧いただけます。本日のウェビナーの内容はご覧の通りです。まず、20分ぐらいですかね、フレーズ・ストリングスの概要と、特徴ですね、についてご説明します。また、フレーズストリングスっていうのは、フレーズローカライゼーションスイートっていう、大きな、プロダクトの一部になるんですけれども、そちらの、フレーズローカライゼーションスイートについてのご説明や、もう一つの製品の、フレーズ TMS との違いとか連携について、ご説明します。その後ですね、また20分から25分程度お時間をいただきまして、フレーズ、ストリングスのデモを、行います。お時間の関係で Q&A は行いませんので、先ほどのアンケートより、お寄せいただければと思います。今日のウェビナーの内容はだいたい45分間を予定しております。まず最初に弊社フレーズについて、旧メムソースだったんですけれども、フレーズに、変わっておりますので、ご案内をさせていただきます。フレーズ社のミッションは、アンロックランゲージ、アンロックオポチュニティっていうふうにありますけれども、言語の壁を取り払うことで、新しい市場でのビジネスチャンスを得ることができると確信しております。高品質で迅速なローカライゼーションを実現することで、新しい市場への成功の鍵となるということですね。オートメーションや AI を通じて、様々な規模のチームにフレキシブルに対応できるテクノロジーを日々開発しております。私たちのミッションは、誰もが自国語で必要な情報にアクセス可能にすることです。そのことによって、皆さんがグローバルにビジネスを、展開できるようにすることが、私たちのミッションとなっております。フレーズはですね、テクノロジーファーストの企業です。翻訳業務を、支えるテクノロジーを日々、開発しております。テクノロジーの面で、グローバルの企業の翻訳ニーズをサポートさせていただきます。本社でですね、翻訳業務をただ、外注するだけでなく、テクノロジーを持っていただくことで、ご覧のようないろんなメリットがあります。まずは、翻訳コストの削減ですね。翻訳メモリとか、機械翻訳を管理することで、コストを削減できる、コストコントロールが可能になるということですね。また、翻訳プロセスの可視化や、データ分析を行うことで、
データに基づいたビジネス的判断を下せるようになります。まあ、つまりは翻訳の量ですとかコスト、時間、機械翻訳やメモリの活用の程度、まあ、コストの削減状況ですとかコストの状況を、可視化することができます。また、意外に、こちらのポイントも結構重要なんですけれども、弊社はテクノロジーに特化した機能になりますので、翻訳業務の発注先、ベンダーさんですね、を、自由に選ぶことができる、数選ぶことができる。例えば、この分野では、この分野に特化した翻訳会社さんの A 社さんに発注して、また別では、B 社さんに発注するということが、フレーズ TMS、フレーズストリングスでは可能になるわけですね。自由な翻訳ベンダーの選択っていうのも一つ大きなところになります。で、弊社のお客様の一例なんですけれども、本日は、フレーズストリングスのウェビナーなので、ストリングスのお客様をメインに、紹介しております。去年、9月にですね、フレーズは、フレーズローカライゼーションスイートという、製品をリリースしたんですけれども、こちらはフレーズスイートの各プロダクトの概要について、少し触れていきたいと思います。スイートっていう、用語ですね、は、まあ、皆さんご存知かと思うんですけれども、最近、オフィススイートとか IT 業界ではよく使われる用語になってきてるかと思います。まあ、一連の、製品のラインナップみたいな、ことですね。フレーズローカライゼーションスイートでは、旧メムソースのフレーズ TMS ね、まあ、古くから、古くからというか、10年以上ですね、親しまれているツールですけれども、フレーズ TMS と、今回ご紹介する、アプリソフトウェアの UI の翻訳に特化したフレーズストリングスですね。また、機械翻訳のソリューションであるフレーズトランスレっていうのがあります。また、サクセスプランという、4つのプロダクトやサービスが有機的に連携し、あらゆる企業の、ローカライゼーションの課題、ニーズに対応しているプラットフォームとなります。フレーズ TMS については以前ウェビナーでも何度かご紹介しておりますので、バックログ、ご覧いただければと思います。フレーズローカライゼーションスイートで、解決する課題はご覧の通りです。まずは煩雑な、手作業の、ことですね。まあ、翻訳の、フローの自動化で何度も発生する面倒なメールや電話のやり取りですとか、データのアップロード、ダウンロードなど、そういった単純なクリック作業を、一掃することができます。次に、コスト面の問題です。機械翻訳や AI 機能っていうのを、適材適所に使って翻訳予算を有効活用していくことができます。また、過去のデータですね、翻訳データを、メモリとしてデータベース化することで、翻訳を 再利用することも、品質の上で重要なポイントとなります。コストを削減するだけでなく、翻訳の訳文を統一するということで、品質の向上につながるわけですね。すべてを翻訳会社さん任せにせず、自社でも、翻訳メモリとか用語ベースなどの翻訳資産を管理することによって、翻訳の品質をプロアクティブに向上させることができます。また、部門ごとにバラバラに翻訳を管理してしまっていると、御社の、専門用語の訳語がバラバラになっていたりですとか、部門で管理が二度手間、三度手間になってしまっているということがあるかと思いますけれども、全社で翻訳のニーズ、翻訳業務を一元管理することができますので、品質をさらに、向上させることができます。はい、まず、まあ、フレーズ TMS という旧メムソースのプロダクトの、概要なんですけれども、特に日本の、市場では、
主力製品といいますか、広く導入されている、ツールになります。主にドキュメント翻訳ですね。ドキュメント翻訳をはじめ、幅広い、翻訳、ローカライゼーションの、ニーズに対応できる、バーサタイルな翻訳管理システムとなります。翻訳会社さんとの、共同作業、翻訳メモリ、用語ベースなどを細かく、管理することが、可能です。翻訳の QA チェックなどは、フレーズ TMS の方が得意かなと思います。また、オートメーションですね。翻訳業務の自動化やワークフローの設定などを、自由に、設定することができますので、翻訳業務の最適化を図ることができます。また、フレーズ TMS っていうのはもともと翻訳者さんの、ためのキャットツールっていうふうに、それが前身となってまいりますので、翻訳者さんのためのキャットツールが、充実しており、作業の効率化を図ることが可能です。また、翻訳の業務が初めての人とかでも、翻訳業務がメインの仕事でない方にとっても、UI がシンプルな操作性、なので、直感的に使っていただけるようなデザインとなっております。はい。また、機械翻訳と AI 機能っていうのがありますので、翻訳コストの削減っていうのが可能になります。次にもう一つの、製品の、フレーズストリングスなんですけれども、こちらはソフトウェアとか、アプリなどですね、モバイルアプリなど、そういったものの、開発をされている方向けに、作られたツールとなっております。ある程度、プログラミングの知識がある方であれば、こちらも非常に、直感的に操作できるツールとなっております。フレーズストリングスは、ソフトウェアとかモバイルアプリなど、デジタルプロダクトですね。ですとか、ウェブサイトなどの、スピーディーなグローバル対応っていうのを支援するツールです。デジタルプロダクトの、製品の、文字列ですね、コピー。コピーといっても複製っていう意味ではなくて、コピーライターの方のコピーですね、文字列、文言などを、こちらのプラットフォームで一元的に管理することが、できます。例えば、プロダクトマネージャーさんなどのプロダクトチームや、UI UX のデザインチームなど、また、翻訳ですね。翻訳のチーム。様々なチームが、このストリングスの、単一のプラットフォーム上で共同作業を進めていくことが可能になります。また、UI のデザインツールである Figma や Sketch とも連携でき、翻訳エディター上で UI のスクリーンショットなども翻訳者さんに提供できます。翻訳者さんは実際の UI 画面を確認しながら文字列を入力していくことが可能となります。このようにですね、フレーズストリングスはソフトウェアの、ローカライゼーションを、効率化しスピードアップできるツールです。迅速なリリースを実現する上で課題となるのが、先ほどもありました煩雑な手作業ですね。フレーズストリングスはキーですね、鍵のキーですね、キーという開発コード内の、翻訳可能な文字列の、これは識別記号をキーって言うんですけれども、これの翻訳が、直接行うことができます。煩雑な手作業、では、キーと実際の文字列、ストリングスですね、が組になったものをこの多言語エクセルシートとか多言語スプレッドシートのような形式で管理されているケースが、日本でも多いように思います。多言語エクセルとか、スプレッドシートの管理では日々プロダクトのコンテンツ、文言が、更新されていく中、新機能リリースなどありますので何度も、面倒な手作業での更新作業が発生、してしまいがちなんですね。
で、そのために実装、新機能の実装、リリースまでの時間がかかってしまうことが多いんですね。迅速なアップデートが求められる開発環境においてですね、皆さん、デザイナーさん、開発者さん、翻訳チームさんが、協力して、迅速なリリースを目指す、ツールです。まあ、こちらの、Excel シートっていうのも、ですね、管理っていうのは大変なので、この管理から解放されるっていうのは非常に大きなメリットかと思います。こちらはお客様の、事例ですね。実装までの時間が、半減するっていうのがあります。また、翻訳のエラーの削減ですね。こちらも 90% 削減する、大幅に削減することができる。こういったケーススタディをいただいております。瞬時に翻訳されたコンテンツをウェブサイト上に実装できると。新機能リリースのたびに、エンジニアは平均で48時間もの時間を節約することができています。というふうにおっしゃっていただいております。ここでですね、フレーズ TMS とストリングスの、相違点について、まあ、違いですね、見てみましょう。フレーズ TMS では、まあ、ドキュメントタイプっていうのが、対応しております。ツールとしても、歴史も結構長いので、幅広い分野の、ローカライゼーションをカバーしておりますけれども、ドキュメントのタイプが、ドキュメントタイプの、文書のローカライゼーションが必要な場合は、フレーズ TMS をお勧めすることが多いです。まあ、いろいろな、ファイル形式に対応しております。翻訳の、ワークフローステップを、自在に管理したい場合、まあ、いろいろな、複数の翻訳ベンダーさんとのプロジェクトの共有とか、複数翻訳メモリを管理するとかっていうのは、フレーズ TMS の得意なところですね。それに対して、ストリングスでは、まあ、キーベースの、文字列の翻訳ですね。フレーズのジョブもキーベースで、行って いきます。開発系の、技術なので、開発系の、ファイル形式に、多く対応しております。シンプルなワークフローと翻訳メモリ、まあ、提携先の翻訳ベンダーさんに、アウトソースすることもできます。コンテンツの継続的なアップデート、ね、継続的なコンティニアスローカライゼーションですね、に、スムーズに対応することができます。また、開発チームですね、例えば、オンラインレポジトリを、管理しているチームと、かなりスムーズに連携が可能です。で、まあ、ご説明した通り、フレーズ TMS、フレーズローカ、ストリングスでは、得意な点、不得意な点っていうのが、まあ、お互いにあるわけなんですけれども、フレーズローカライゼーションスイートっていう一つの大きな、プロダクトのまとまりではですね、この2つの製品っていうね、をシームレスに連携しております。なので、両方のツールのいいとこ取りをすることが可能になっております。例えば、モバイルアプリの、UI の翻訳は、開発環境との連携がスムーズなストリングスの方で、ジョブを作成して、そのジョブを TMS に行い、送り、で、ジョブ自体は、フレーズ TMS 上で行うっていう、翻訳業務を行うっていうことですね。っていうような、作業を、できます。設定できます。で、ジョブが終わったら、翻訳ジョブが終わったら、ストリングスの方にまた、センドバックをしてですね、完了するということですね。まあ、TMS の方が、翻訳メモリ用語ベース、まあ、カスタマイズされた、ワークフローですとか、そういった対応の方が、できますので、
翻訳業務自体は、フレーズ TMS で行う。で、開発環境、例えば GitHub Enterprise などいった環境ですね、との連携もできるフレーズ Strings ではね、こちらで、まあ、ジョブの作成を行うっていうのを、2つ有機的に、連携させることができます。また、例えばアプリの翻訳だった場合は、迅速にオーバーズエアっていうような、機能にも対応しておりますので、迅速なリリースを行うっていうような、こういった、ワークフローを構築することができます。ここからはですね、フレーズストリングスの強み、まあ、ならではの、ストリングスならではの機能をご紹介していきます。まずはインコンテクストエディターですね。まあ、こちら、スクリーンの例がありますけれども、これ、弊社の、ウェブサイトですのようなものですね。インコンテクストエディター。あたかも、ウェブサイトをですね、直接翻訳しているかのような、エディターなんですね。豊富な、コンテキスト情報、まあ、こういった感じで表示されるよというような、翻訳の、結果がこういうふうに表示されるよというような、コンテキスト情報を翻訳者さんに提供することができます。こちらは非常に、好評なエディターです。対応済みのフレームワークはこちらになります。また先ほども少しお話ししましたけれども、オーバーディエアーですねという機能です。次回のモバイルアプリの更新を待たずに翻訳アップデートを配信できる機能なんですけれども、まあ、モバイルアプリのフレームワーク、iOS、Android、React Native、Flutter などのフレームワークでご利用いただくことができます。フレーズストリングスを使えば、リアルタイムで最新の情報をユーザーに直接配信することができるわけですね。新しいバージョンをリリースすることなく、利用者のモバイルアプリにテキストを、即時的にプッシュできるような機能となります。こちらも、かなり人気なポイントなんですけれども、フレーズストリンクスではアプリシステムの UI 画面のスクリーンショットを、マネジメントすることが可能なんですね。エディターにこのように、これがフレーズのエディターなんですけれども、UI 画面ですね。のスクリーンショットをエディターに、添付することができて、例えば、こうサインありますけれども、自分が今どこを翻訳しているのかっていうのをね、見ながら、翻訳者さんが行っていくことができるっていう利点があります。フレーズストリングスでは、まあ、キーごとに、UI の、スクリーンショットを、つけることができるので、自分が UI 上のどの部分を翻訳しているのかっていう情報を見ながら翻訳することができます。また、QA チェックでもね、ですね、翻訳文が長すぎないかどうかとか、まあ、例えばこれだったらボタンからちょっとはみ出てしまわないかとか、文字列の長さについても、最大値を、設定することができるので、そういった、まあ、ルール違反を一気に検知することができます。このようなツールを導入すれば、翻訳をもっと翻訳者さんにとっても分かりやすく効率的に、行うことができます。最後に、対応形式ですね、とコネクターについてご説明させていただけますが、フレーズストリンクスの対応ファイル形式はこちらですね。アプリケーション開発、システム開発に関連した、ものが、かなり多いですね。ソフトウェアの、翻訳の他に、例えばワードファイルとか、ドックエックスファイルなどの、翻訳も必要な場合は、フレーズ TMS を、合わせてご導入いただくことで、さらに幅広い翻訳業務にも、対応することができます。で、その2つの製品を、うまく組み合わせてワークフローを作ることができます。対応コネクターの一覧については、こちらになります。
次にですね、フレーズの、ストリングスの基本的な、操作方法をですね、ご説明させていただきたいと思いますけれども、今回、デモをさせていただく内容についてはこちらになります。ですね、まずはセットアップですね。UI 言語を設定変更するとか、ユーザーの作成、プロジェクトの作成ですね。ファイルのアップロードや、翻訳言語の設定ですとか。あとはプロジェクトの設定ですね。機械翻訳も、ついておりますので、設定をしていくことができます。また、ジョブの作成ですね、エディターでの編集作業、翻訳の、まあ、どうやって完了したり、ダウンロードしたり、プッシュバックするかについては、最後に説明させていただきます。はい、こちらエディターの画面は、あ、ごめんなさい、フレーズの画面は見えておりますでしょうか。こちらの、ダッシュボードはフレーズローカライゼーションスイートのダッシュボードとなります。一つの画面で TMS、Strings 両方のプロダクトに、アクセスすることができます。今回はフレーズ Strings の方を、出していきます。まずですね、今回、セットアップの方からやっていきたいと思います。UI 言語ですね、の方は、こちらの、プロファイルのですね、設定の方から行っていくことができます。フレーズストリンクスの、言語ですね、UI 言語はご覧の11言語に翻訳、ローカライゼーションが完了しておりますので、お好きな言語をお選びください。今回は日本語で、説明するので日本語に設定します。またタイムゾーンですね。こちらから設定できます。お住まいの地域のタイムゾーンを選択してください。それから2段階認証ですとか、アクセストークン、例えば、Git 連携とか、そういった連携ですね、そういった連携など、アクセストークンはこちらから発行することが、生成することができます。あとは通知ですね。まあ、何か、ストリングズのツール上で、イベントが起こったときに、通知を受け取る、項目ですね、を選ぶことが可能です。はい。こちらですね、プロファイルと組織の設定、も、会社名とか、組織の設定も、することができます。例えばシングルサインオンの設定とか、機械翻訳の選択もこちらから行うことができるので、ちょっと、こちら、機械翻訳の設定は組織の設定から行うということを覚えておいてください。はい。フレーズストリングスではですね、4つの機械翻訳と連携をすることが可能です。アドバンスト以上の、プランでは、月に、100万文字ですかね、が使っていただくことができます。プランについてなんですけれども、これは、また、ご興味ある方は、別途ご説明の機会を、設けさせていただければと思いますので、アンケートの方に、ご記入いただければと思います。今、見せている、UI というのはエンタープライズ版の、UI になりますので、ご了承ください。で、言語ペアごとに、プロバイダーというのも設定することができるんですね。例えば、この言語ペアでは、DeepL を使って、この言語ペアでは、Google を使って、っていうような、そんな感じですね。Amazon を使うとか、MT を使わないとか、そういった、設定をこちらで、していくことができます。はい。じゃあ、設定については、以上で、今度はユーザーの作成を行っていきます。
こちらの、コントロールパネルのユーザーっていうところをクリックするとですね、このように、オーナーですとか、プロジェクトマネージャー、翻訳者など、翻訳に関わるメンバーの一覧ですね、ユーザーの一覧があります。で、こちらにも、チーム、例えば APAC チーム、ウェビナーチームっていう、まあ、ユーザーのまとまりですね。このチームっていうのは、まあ、プロジェクトの権限をですね、例えばここだと、このチームは某プロジェクトに割り当て済み。その、アクセス権限をバッチで、一括で管理したい場合に、結構有用な、機能となります。で、ユーザーなんですけれども、フレーズストリングスではユーザーの種類が、7種類ありますね。オーナーはまあ私で1ユーザーだけなんですけれども、これアカウントの、削除。アカウントを作った人がオーナーになります。この人だけがアカウントの削除が可能になります。で、管理者はですね、まあ、ここにすべて書いてあるので、一つ一つはいきませんけれども、管理者はアカウントの削除以外はできるユーザーですね。まあ、社内のユーザーであれば、管理者にすることもできます。あとはプロジェクトマネージャーさんですね。これは、割り当てられたプロジェクトで、結構いろいろなことができるアカウントになります。あとは、開発者、デザイナー、翻訳者ですね。こちらのユーザータイプは、例えば外部の、方に、例えば翻訳業務をお願いしたりですとか、デザイン業務、開発業務をお願いしたりする場合に、使うといいかなというふうに思います。で、プロジェクトマネージャーさんとか管理者は、まあ、社内で、多く、権限を与えたいときに、使うことが、有用となります。で、ユーザーの新規作成の方法なんですけれども、こちらのですね、右上の新規ユーザーの招待ボタンから、ユーザーを招待することになります。例えば、なんで、誰でもいいんですけど、これは、まあ、自分のメールアドレスですが、こちらの、デフォルトロールですね、ロール、役割の選択ができるっていうことですね。例えば、そうだな。じゃあ、プロジェクトマネージャーにすると、プロジェクトの、割り当てをここで行っていくことができます。例えば、翻訳者さんだったら、言語のアクセスを、定義したり、プロジェクトのアクセスを、したりとかすることができます。また、追加したいチームっていうのも、選ぶことができます。ここからですね。で、これで、招待すると、ユーザーを招待することができます。このメールアドレスに、コンフィギュレーションの E メールが届きます。だいたいユーザーについては、これぐらいかなと思います。で、次にプロジェクトの作成をしていきます。こちら、プロジェクトですね。あ、そうか。その前にちょっと、翻訳メモリ、用語ベースについても、先に説明しといた方がいいかなと思いますので、翻訳メモリ、についてまず説明します。次に翻訳メモリなんですが、プロジェクト内に、プロジェクトで使用された翻訳を記憶しているデータベースですね。これを翻訳メモリと言います。コンテンツを、翻訳するときに、過去に翻訳した、マッチ結果があるときは、それを、エディタ上で提案することができます。これによって翻訳プロセスがスピードアップし、異なるテキストやプロジェクト間で翻訳の一貫性を担保することができます。フレーズストリングスでは、全組織に一つの共通の、メモリーとなります。紐付けされた、プロジェクトの一覧がここにありますけれども、翻訳メモリーを使いたいプロジェクトをこちらに、チェックしていく必要があります。
で、まあ、翻訳資産のもう一つの項目である、用語ベースなんですけれども、用語ベースですね。こちら、新規作成はこちらからすることができます。これは複数設定することができます。例えば、こちらのアプリ TV っていうのを、開いてみますけれども、割り当て済みのプロジェクトはこちらのプロジェクトですね。で、用語っていうのを、一覧を確認することができます。用語を編集したい場合は、こちらの、ネジみたいなボタンから、用語を編集できます。で、用語の、翻訳可能に設定すると、訳語をですね、設定することができます。で、また、概要、用例など、翻訳者さんのための、概要も、ここから入力することができます。ちょっと一つ用語を、やってみましょうかね。フレーズストリングスね。フレーズストリングスという、まあ、製品名ですね。っていう、概要を、で、大文字小文字を区別したい場合は、こちらにチェックします。翻訳をすべての、言語で、使用するっていうところにチェックするか、翻訳可能にする場合は、そうですね、まあ、ちょっとよくわからないので、こう、翻訳のテキストを追加していくということになります。はい。で、保存すると、用語を、追加することができます。はい。こんな感じですね。これが、まあ、翻訳メモリ、用語ベースの、作成方法、管理方法というふうになります。で、プロジェクトに行っていきます。で、最初、ログインしたらこの画面になると思うんですけれども、スペースというものがあります。スペースっていうのは、まあ、数あるプロジェクトをこう束にするフォルダのようなものです。例えば製品ごとですとか、まあ、Android、iOS っていうのを区別したりとか、Figma 関連のプロジェクトですとか、そういったところですね、管理することができます。はい。こちらもエンタープライズの、フィーチャーにはなってきます。はい。で、例えば、このウェビナーの、スペースっていうところで、プロジェクトを作成したい場合は、このスペースにまず入っていただいて、新規プロジェクトを、右上から、作成していきます。新規プロジェクトの、ボタンを押すとですね、こういった設定画面になります。名前を、つけてあげます。こんな感じですね。で、メインのファイル形式。今回はですね、ちょっとわかりやすさのために、キーと、文字列を、多言語で管理した、ファイルっていうのを使っていきますけれども、こちら、ファイル形式ですね。まあ、テクノロジーと、まあ、ファイル形式、いろいろ対応しておりますので、こちらから見て、ください。こんな感じですね。で、まあ、ファイル形式は、今回は、Excel なので、こちらにします。で、テクノロジーは、Android ということですね。で、これで保存をしていきます。で、言語の設定を行います。デフォルトのロケールですね、を設定していきます。こちらの、ロケール、見ていきますと、こちらが原文の、言語ロケールに、今回はしていきます。ENUS ですね、アメリカの英語で、フランス語、ドイツ語、スペイン語で日本語を、今回翻訳していくということですね。で、コメントなどがあります。で、キーの、名称はこちらに、すべて、A の列にございます。ですので、US の英語と、訳文言語、
ドイツ語と、言語はこちらから追加できますね。言語ですね。と、日本語。ね、こちら。今、4言語あります。で、設定したら、言語を作成します。で、ファイルのアップロードですね。こちら、例えば GitHub と連携したい場合っていうのは、ステップをスキップすることもできます。はい、ファイルをアップロードしていきます。で、こちらをアップロードしまして、今、この Android の Excel ファイルをアップロードしました。で、プレビューに進みます。で、プレビューでは、まずはキーの名前ですね。こちら、があるのと、US 英語がここ、フランス語がここ、でドイツ語がここ、スペイン語がここっていうふうに、あります。日本語はカラーですね。で、まあ、コメントは概要として、インポートされておりますので、確認ができたらインポートします。でこちらとこちらでアップロードしました。また以降のステップなんですけど、他の人とコラボレーションしたい場合は、チームメンバーを招待したり、もうここからすぐにエディターを開くこともできます。で、まあセットアップを完了していきます。それで、プロジェクトは、作成完了です。で、プロジェクトの設定についても少しご案内させていただきたいんですけれども、こちらの横並びに、設定項目が並んでおります。言語ですね。これは先ほど設定した通りです。また、ブランチですね。ブランチは、例えば GitHub の、ブランチとかのことですね。で、ジョブはまだ何も作ってないので、カラーですね。で、QA チェック。これ、品質管理、QA チェックがあります。これもエンタープライズ版、エンタープライズプランの、機能になりますけれども、3つ、QA 項目っていうのがあります。これは先ほども申し上げた長津さんの検証のことですね。翻訳機ごとに指定された最大の文字数っていうのを設定することができます。まあ、最大上っていうのを、検証するかどうかっていうことですね。あと、プレイスホルダーっていうのは、まあ、キーの、まあ、タグみたいな、タグのようなことですね。プレスホルダーっていうのは、まあ、TMS ではタグっていうふうに呼んでますけれども、こちらが、確実に、使われているかどうか、なんか抜けてないかとか、そういったところをチェックするのが、こちらの項目です。あとは、用語ベースの、使用ですね。用語が正しく使われているかどうかっていうのを、検証するということですね。こちら、選択することができます。はい。で、もし何か問題があると今のところはないですけれども、ここにですね、赤く表示されるわけですね。で、分析アナリティクスですね。各言語ごとのキーの、数ですとか、翻訳済み、未翻訳のもの、まあ、ワード数などね、がこちらに表示されています。あと、アクティビティ、ユーザーごとのアクティビティですね。先ほどのアクティビティをトラッキングすることも可能です。あと、オーダーっていうのがあるんですけど、フレーズストリングスは、二つの翻訳ベンダーさんと、ですね、連携をしておりましてですね、言語とテキストマスターっていう翻訳ベンダーさんと、連携しているので、機械翻訳以外にも、人的な人間翻訳を、オーダーした場合には、ここから簡単に、オーダーをすることが、できます。で、その他のところです。
ですね、いろいろな設定の項目があります。例えば、そうですね。例えば、キーの、設定ですとか、スクリーンショットの設定ですとか、そういったところを、設定することができます。で、こちらの一番下のプロジェクトの設定のところが一番重要なんですけれども、まあ、一般の設定を項目を、変更したいときとか、あとはですね、まあ、GitHub Sync ですね。GitHub Sync を有効にするときはここから行います。はい。もし GitHub Sync についてもっと知りたいよという方は、後でですね、ご連絡いただければと思います。で、一括翻訳ですね。一括翻訳、機械翻訳とか翻訳メモで使って一括翻訳を流行したい場合にはこちらにチェックを入れます。新しいキーを自動で翻訳させたい。新しいアップロードを自動で翻訳するとか。新しく言語が追加された場合ですね、これを自動で翻訳する。で、翻訳メモリを使用するとか、機械翻訳を使用するとか、こちら設定することが、可能です。ね、保存。はい。で、これがプロジェクトの設定です。で、早速、ジョブを設定していこうと思いますけれども、こちらですね、翻訳が必要なところが、こっちです。14個あるので、ジョブを新規作成していきます。ジョブの名称はこちらで任意に設定することができます。ブリーフィングっていう、ところには、作業内容とか、まあ、申し送り事項っていうのを、記入することができます。ジラトレードなどのチケットの URL なども、追加することができます。で、さっきも、ご説明したんですけれども、14個キーを選択することが、できます。あ、ごめんなさい。ちょっと時間がオーバーしていますね。もし、もう時間オーバーだよっていう方は、退出いただいて結構です。で、14個のキーをすべて選択して、追加していきます。はい。まあ、全部選択しなくても、キー、これとこれだけを追加したいっていうところですね。したい場合は、その、個々に選択することも可能です。で、訳文言語、今回は、日本語を翻訳していくので、こちら、選んでですね、翻訳者を、選びます。今回はウィリーさんに頼もうと思います。またここからテンプレートを作成することも可能です。はい。これで、ジョブを作成しました。で、ジョブを開始するっていう、こちらの、ボタンを押すとですね、このチームの、ウィリーさんに、ジョブが開始されましたよというメールが飛びます。で、こちらの言語のところを、クリックすると、フレーズのエディターですね。さっきもお見せしたんですが、出てきます。で、こちらで、クリックするとですね、サジェスチョン、提案してくれますね。翻訳を、提案してくれます。例えば、こちら DeepL の、機械翻訳の、結果、また、翻訳メモリの結果等があります。スクリーンショットを、ここから直接つけたい場合は、ここからもつけることができます。で、ダブルクリックで、入力することもできますし、保存した。はい、これで保存しますね。で、あとは一括翻訳も、やっていくことができます。一括翻訳したいキーを、まあ、すべてだったらここを選択肢ですね。こちらの3点のところから、一括翻訳をかけていくことができます。今、一括翻訳中ですね。で、更新をすると、翻訳がすべて、入っていきます。
このような形で入っていってますね。で、まあ、こう、確認して、例えばこれだったら、あ、こっちの方の翻訳の方がいいなとか、ちゃんと、入っているかとか、プレスホルダー入っているかとか、チェックしますね。はい。このような形で、見ていって、これが OK かなっていうふうになると、ですかね。また、いい選択してですね、ステータスの更新を行います。で、ベリファイ、検証しましたよということで、データスをアップデートします。で、これで、あ、OK だな、ということになります。はい。で、こちらで、ジョブが終わるとですね、さっきの、これですね、ジョブが出ておりますので、あ、これで翻訳が全部完了してますね。ジョブを、まあ、複製したり、することもできますし、ジョブを編集したり、またすることもこちらで、可能です。はい。で、ジョブの、まあ、ダウンロードとか、そういったものに ついては、ここから、ダウンロードすることができます。Excel リフで、ダウンロードすることもできますし、カスタムダウンロードでは、まあ、フォーマットは、いろんなフォーマットで出すことができます。で、こちらでダウンロードすると、翻訳されたものがここに、ダウンロードしていくっていうことですね。で、ジョブを完了済みにするということですね。で、コンプリートっていうことになります。で、だいたいこれが、作業の流れというふうになります。で、今回、取り上げなかったこととか、プランのいろいろな内容について、まだ質問がある方ももしかしたらいらっしゃるかなと思いますので、その場合は弊社の、日本窓口に、そうですね、お知らせいただければと思います。また、デモが見たいよと、例えば GitHub のデモが見たいよとか、そういった方については、こちら、QR コードがお問い合わせ窓口に、つながってますので、こちらからすぐにお問い合わせいただくことができます。はい。ウェビナーが終わりましたら、アンケートの記入をお願いする画面に移行するので、そちらから、そのデモのご希望ですとか、プランの概要を、お送りしますので、もし希望される方は、そちらにご記入ください。本日ちょっと時間を押してしまって申し訳ございません。それではウェビナー、終了させていただきます。ご参加いただき誠にありがとうございました。どうぞご退出ください。ありがとうございました。終了させていただきます。